そうなのだ。私にいるようなものは生のままの人生の荒々しい現実の人関係なんだ。土の中から掘り出したばかりの荒れ汚れて何の岩だかわからないが岩であることだけは間違いない。それだけが必要だ。ずっと戦後の日本文学を上演すると言いながら、戦争っていう言葉がダイレクトに入る作品っていうのは一回もやったことがなかったんです。特にその日本の戦後復興期っていうのは、私の祖父母ぐらいの代ですけれども、とっても苦労したっていう話も実際聞いていて、私の祖父母は満州からの帰国組だったので、やっぱりその苦労とかそういうことを一つ自分の気持ちとしても入れられる芝居を作ってみたいなと思って、で、三好十郎に生かしたものが一番いいのではないかと思っていました。僕はこれはね、生き直す話だと思ってるんですよ。で、本当はそれ極めて人間的な話で、人間が愛するものを失って生きるか死ぬか、もしくは生きていても生きていない、生きていなくても生きているっていう状況になった時に、何がきっかけでもう一度再生できるかっていうことなんですよね。やっぱり生きるっていうことは何なのか、生きていて死んでるような人もいたりするし、生きる意義っていうのを何か教えてもらえるような作品じゃないのかなって思いましたね。松尾さんがね、またね、こうなんていうか寂しい感じがうまいんですよこのね、特に一番最初のちょっとこう亡くなった妻に話しかけて、妻への思いみたいなものは非常にぐわっとこう質感としてお客さんの方にぐわっと入ってくるって、その一瞬でわっとこう取り込んでる瞬間があるんですね。そこから彼の方針を知っていくっていう展開は非常に考えて構成してくれてるんですよね。お前はそこにいる、お前はどこにも行きはしない、たのにお前はもうどうしようもない遠くへ行ってしまった。妙に息苦しい。空気の密度が次第に濃くなってきて、しばらく前までネバネバとしていたのが、だんだんにそれは石か木のような固体にでもなったように、端からかじりでもしなければ呼吸できないようだ。私は冷たい鋼のように鋼鉄のように生きていくだろう、というセリフが僕はすごく印象的なんですね。生き抜くために必要なもの、それは非常に強いものでなければいけない、だけども冷たいものなんだっていう、それは彼がそれを初めて知って新たな世界に突入していくって、僕はそういう芝居だと思うんですね。本当に今見ても絶対古いという感じがしなくて、いろいろこうファッションなんかもこう一巡りするってね、レトロなものが今流行ってたりとか、そういうこともあるんですけれども、それと同じでやっぱり一回また巡ってきているのかなっていうふうな気はしてます。この前の大きな悲劇の後、いろんなものを失った僕たちがどういうふうに再生する道を使っていくか、そういう接点っていっぱいあるんですよね。で、そういったその普遍的なものが非常に根底に描かれている、政治的な部分に関しても。だから三好十郎さんが劣化しないんだと思うんですね。みんなで、力を合わせて、すごくいい作品に仕上げますので、ぜひぜひ皆さん、劇場まで足をお運びくださいませ。よろしくお願いします。犯したものという、タイトルなわけですけれども、はい、何かご自身、皆さん最近何か犯してしまったことが、エピソードがあったら、ちょっと教えてもらったらなと。あるコンビニで今700円以上買うと抽選券が配られるんですねそれで取った時に2枚取っちゃったんですよ。でパッちょっと店員に1枚なんで2枚取らないでくださいって言われて、注意された。でパッと見た時に当たりがついててそれで外れの方を返して当たりましたっていう、ちょっとおかしちゃったかなって一線ちょっと超えちゃいました。そうそうそう